ブチイシガメは、ヌマガメかブチイシガメ属に分類されるカメ。本種のみで、ブチイシガメ属を構成する。アメリカ合衆国模式標本の産地は、ワシントン州アメリカ合衆国、メキシコ模式産地は、雇用テクリーク周辺エメーパシフィックは、太平洋のの意で、太平洋岸に分布することに由来する。 以前はカナダにも分布するとされていたが1959年以降の確実な発見例がないため絶滅したと考えられ、また人為的に移入された個体が発見されたとして分布を疑問視する説もある。最大高潮2 4 1ンチメートルメスよりもオスの方が大型になり、メスは最大高潮2 0トル廃坑は扁平で、 上から見ると、第7円カ板パンと、第8円カ板パンの継ぎ目で最も幅が広い。廃坑のカ板パンには、筋状の盛り上がりがなく、成長感も、不明瞭。円カ板パンは、ノコギリ状に尖らない。廃坑の色彩は、高褐色や暗褐色、褐色、灰色、黒で、黄色や高褐色の反転、虫食い状や放射状の反紋が入る個体が多い。 俗名、悪地の水は、光線の亀のイで、廃坑に入る、放射状の反紋に由来する。また、首相名マルメラータは、大理石模様のの意で、和名の、ブチも含め廃坑を含めた全身の反紋に由来する。廃坑と復興の継ぎ目は、乾板でつながり、素形乾板がある個体もいるが、液化乾板はない。復興の色彩は、単光色や、黄色。 高褐色で不規則に暗色斑が入る個体もいる。頭部は中型で粉炭は突出しない。上顎の先端は針状に尖らず浅く凹む。子の跡の間にある水かきは爪気部まで発達する。尾はやや太くて長い。頭部や頸部、四肢、尾の色彩は灰色や肺褐色、高褐色、泡褐色で色や 黄色、高褐色の半紋が入る個体が多い。卵は、長径3から4.3センチメートル、短径1.9から2.4センチメートルで、硬い殻で覆われる。幼体は、体色が明色で全身に入る。明色斑が複雑だが、成長に伴い体色は暗くなり、明色斑の形状も、単純化する。オスは、復興の中央部より後方が浅く凹む。 また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出口全体が、背後の外縁よりも外側にある。メスは、復興の中央部より後方がへこまないか、わずかに盛り上がる。また、尾が、より細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排出口全体が、背後の外縁よりも内側にある。最大野手。小型。 もしくは中型の素形乾板がある。側頭部より喉の色彩が明色で、頭部や頸部の反門は複雑な形状。素形乾板がないか、あっても小型。側頭部と喉の色彩がほぼ同色で、頭部や頸部の反門はやや単純な形状。形態やミトコンドリアのシトクロム B やリボソーム、RNA などの分子系統学的解析から、 ブランディングガメ族やヨーロッパ沼ガメ族と単系統群を形成すると推定されている。また本種をヨーロッパ沼ガメ族に含める説もある。2ア種に分かれるが、形態上の差異が不明瞭で中間型のような個体も多い。各 DNA やミトコンドリア DNA の塩基配列、DNA フィンガープリンティング法による分子系統学的解析ではいくつかの 地域個体群が分化していると推定されているが、解析方法により、阿種南淵石亀の個体群間での分化の程度に、関して異なる結果が出ている。主に地中海性気候の地域にある河川やその周囲に、ある湖、地上、湿原、水路などに生息し、水生植物の繁茂した流水域を好む。また気水域に生息することもある。 半水星だが陸図体に水場を移動したり、陸上にある岩の隙間を隠れ家として複数回利用することもある。中高星だが、日光浴は白面白母陣に行うことが多く、昼間は日陰や水中で活動することが多い。夏季は夜光性や白明星傾向が強くなる。南部や内陸部の個体群は夏季に、北部の個体群は冬季になると休眠する個体もいる。 止水域や流れの緩やかな流水域に生息する個体は水中の堆積物や水辺の穴で冬眠することが多く流水域に生息する個体や過眠の際は陸上の腐食室や岩の隙間で休眠することが多い植生は雑食で魚類、両生類やその妖精、昆虫、蜘蛛甲殻類、貝類、動物の死骸、果実、水生植物 藻類などを食べる。水中でも、陸上でも採食を行うが、下が薄く陸上で食物を飲み込むことがやや苦手な。ため大きな食物は水中に運んでから飲み込む。繁殖形態は乱生。5から8月に交尾を行う。4から8月の白明白母時に、水場から離れた高所で植物が、まばらに生えた乾燥した粘土質を含む土に穴を掘り、 一回に一から十三個の卵を産む。南部の個体群は年に二回に分けて卵を産むこともある。卵は九十から百二十六日で孵化する。性染色体を持たず発生時の温度により性別が決定し、低温ではオス、高温ではメスが多く生まれる傾向がある。南部個体群では多くの幼体は散乱した年内に地表に現れるが、 南部個体群の一部や北部個体群の大半は地中で冬眠し、翌春に地表に現れる。アメリカ合衆国南部の個体群は高10、高長1 0トル南部を除いた個体群は、高長1 2トルで、生成熟する。開発による生息地の破壊、水質汚染及びそれによる疾患、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。元種の飼育下繁殖個体が少数流通する。餌付きが良い個体が多く、飼育下では、配合飼料や、乾燥飼料にもえずく。The IUCN Red List of Thread t ー n d Species ありがとうございます。